なんですが、圧倒的に下の人もこう足の間にいるとこう例えば蹴り上げたりだとか関節狙ったりとか締め狙ったりとかいろいろあるんで、できればこの足をこうこれ超えてあげないですね。そのための技術の仕事、まあ相手がいろいろやってきてもあんまり気にしないで、自分のこの打撃とかの構えのまんま、僕の場合サウスポーなんで右構えなんですが、そのまんまこの膝を出すでしょ。こんだけでいい。この時にできれば右手、右足を入れるんですけども、右手を脇の下に入れないようにしておくと、このまんま、このまんま、このまんま、いろいろこうしてボコボコに、あの基本的にこう打撃でこう構える人はこう選びながら、レスリングもこっち、寝技も、こっち、そして下になってもこっち、右構えるというふうに固定してあげると戦いやすいと思います。あ、まあ、あのいろいろ下の時もあるんですけど、はいはい、こういうふうにだってね、柔術やってる人がこういうのが多いですけど、僕は大体こうして足一本いるもん、これだと相手は殴ってきても一回に距離が取る。すごいですね。で、まあこれで相手が、まあ、立っちゃったらあのあんま何もできないんですけど、まあその辺はうまいこと誘うなりなんなりして、はい、これで殴ってきても、おお、すごい自信なくしちゃって。まあ別にこういうのもいいんですけど、こういうふうなところからこうやっていろいろね狙ってあげてもいいんですけど、僕はどちらかというとあのこのままね、ここで構えて、僕はどうしたらいいですか。打撃もこうで、組んだ時もこの右前のこう、ああ、こうしても右の前で、こういうひっくり返されても僕の場合はこの右前で、でやることが非常に多いですね。お、まあ、これがあの唯一の答えではないので、いろんなことをやる、その人によってやること違うと思いますけど、僕はこういう感じで、おー、はい、ありがとうございます。